い、青木さん、本日はよろしくお願いします。今回ミスティのフリーっていうオンラインカジノゲームで、はい、遊ぶんですけど、青木さんはオリンピアンで元アスリートっていうことで、はいはい、すごい勝負強そうですよね。そうでもないですよね。アスリートってみんなそう思われがちなんですけど、はい、多分その勝負強さ、ただ負けず嫌いではあります、はい、確かに負けず嫌いな感じは分かります。分かりますか。負けず嫌いさはもうほんまに人一倍どころ、もうほんまにかなりなので。ミスティのフリーってご存知でした？いや、初めて、はい、無料で遊べるオンラインカジノゲームなんですけど、うん、ルーレット、バカラ、ブラックジャック、ポーカー、スロット、50種類以上のゲームがこのミスティのフリーでも楽しめます。私も何回も遊んでるんですけど、はい、本場のカジノ同様のクオリティなのですごい楽しめるので、今回勝者には国産和牛っていうプレゼントがあるので、すごいいいお肉がすごいいいお肉食べたいですね。はい、食べたいですよね、はい、私も前いただいてるんですけど、すごい美味しかったので、これ食べたいな。今回も負けないようにしたいなと思ってます。頑張ります。じゃあ早速対決に移りたいんですけど、はいはい、結構最初にゲームを回す方ってちょっとなんかどういう流れになるか分かんなかったりするので、うんうん、先攻後攻決めたいんですけど、はい、どっちとかいいとかありますか？どっちでもいいです。でもいいですか？じゃんけんしますか？じゃんけんしましょうか。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。あ、もう勝負が後攻でいきます。はい、わかりました。はい、なので最初にお願いします。何もかけてもいいでしたっけ？はい、何もでも大丈夫です。じゃあ誕生日のこと、はい、はい、5月11日。何個ぐらいかけるのがあれなんですかね、最初って。もうなんかとにかく私はいっぱい置くかも。もうどれに当たってもいいように、確率が上がるように。なるほどなるほど。1個ずつかけるんですね。ストレートベッドが多いですね。絵がいいです。なんか、はい、すごいかっこいい。商品がお肉なんで29に。お肉願い。 No more bets。 勝負師ですね。様子見です、最初は。10、あ、10やん。12、あかんやん。あ、惜しい惜しい。5と11を毎回やろう、うん、ずっと同じ数字にかけ続けるのいいですよね。あ、そっか、そうですね。どっかで来るから。10でいくんですか？あ、ちょっと大きいな。かけ方が男の人みたいですね。めっちゃ言われるんですよ、ね、ボートレースとか仕事でよくやるんですけど、ほんまに一点買いとかするから、うんうん、え、男みたいな。悩むんですけどね。運なんですよね、確率と。24来た？イーブン。当たった。当たってる。ストレートベッドが当たってません？はい、うわー、すごい。でも10倍だったから。そうなんですよね。すごい惜しい。2なんかないって。また欲しい。なあ、8ない。うわいいんですか、赤か黒とか。あ、そうか、そうですね。一列掛けとかブロック掛けとか。一列掛けしようかな、じゃあ、じゃあトントン、それでいくんですか？中に置かないんですか？あ、もう回しちゃった。いろいろ置けるので。まだルールが難しい。あ、来た。5。じゃあちょっとこっち両方ってこと？すごいじゃないですか、両方来た。あ、できましたね。しかも今5やったら、中かけてたら誕生日とか絶対かけてた。うわー、惜しい。31ないですね。あ、ホットナンバーとかコールドナンバー見ますか？あ、そうですね、一回見ようかな。30、31、あ、でも1回ずつしか出てないけど、うん、うんうん、28ないってば。本当ね、ギリギリなんですよね。でも本当1点勝負なんですね。なんか4つとかあんまりそういうの好きじゃないですか？なんかかっこよくないじゃないですか、うん、なんかそんだけかけてて当たらへんかった時にダサいから、うん。さすがアスリートですね。じゃあやりますか、4点買い、うん、なんか良さげな数字が詰まってるとこで、うん、Good luck! 17 ないない。あ、
やばいですよ、ちょっと。Place your bets, please. 何連敗ですか?3連敗ぐらいですよ。No more bets. もう分からん、もう適当になってきたもん。31 Black Odd あ、どこで当たってんの？あ、すごいじゃないですか、ストレートベッド。めっちゃすごい。ラスト。ラスト。肉はかけないんですか？めっちゃ煽るじゃないですか。じゃあ肉に10かけときます。来い。17 Black Odd Congratulations。 横のやつで当たってる。よかった。でもそれ以上にかけてますからね。うん、そっか、そうなんですね。そうなっちゃうんですよね。難しい数字を選ぶことが、うんうん、どれぐらいかけていいかも分からない。計算しないとダメですもんね。そう、計算しなきゃいけないんですけどね。はい、じゃあ次私の番なんですけど、はい、ちょっと青木さんが結構男らしいかけ方をされてたので、はい、それに私もじゃあ一緒にそういう感じでいこうかなって。いや絶対しないでしょ。思います。最初の5回ぐらいまでは一応それでいって、うん、勝ってたらそのままでいきますけど、負けたらちょっとその後せこい書き方になります。私8月8日生まれなんで36歳でしょ。点々と置いていきます。めっちゃかけますね。だいぶなくなっちゃう可能性もあるんですけど、でも当たった時が大きいので、確かに。じゃあこれでいきます。31。お、来た。あ、でも10ドルしか増えないってことは、もう私いっぱい5で置いちゃったからマイナスになるってことなんですよ。でも男らしくちょっといきますよ。いや、なんかめっちゃ置いてるから別に男らしくないんですよ。1点だけで3、4やと分かりますけど。当たれ。11。ああ、ダメだ。いけ。当たってほしい。19。あ、ダメだ。全然ダメだ。これちょっと結構やばいと思うので、もうストレートベッドやめます。5回行ってないですか？5回行って、3回だけど。じゃあこの横掛けとブロック掛けにして、で今。ブラックが 67% 出てる。31、19、11でしょ。でブラックが 67% 出てるから、ここの赤黒は2倍になるんですよ。だから50、黒全部ってことですよね。そう、黒全部で50にします。7。あ、ブロックで当たってる。15ドルプラス。こういう感じで4点掛けだと当たりやすいんですよ。ちょっと待って、4点掛けそんだけしたら全部の数字1点ちゃうかこれ。頑張れ。これは当たるんじゃない。あー、当たんなかった。そんだけポコポコ置いたのに。え、ちょっと待って、私いつも結構運がいい方なんですけど、今日ちょっと様子がおかしいですね。130。すごい。あ、ブロックで当たった。Place your bets, please. 来てほしい。36来た。お、すごい。これはすごい。29。あ、ダメだ。Place your bets, please. 赤でギリギリ大丈夫だったんですね。あと1回、私。32。0出るかと思った。私も0出るかと思った。赤だね。今すごいギリギリで赤が来ました。あ、でもすごい、うん、よし、これはね、勝ってると思います。多分負けてます。やっぱストレートベッドがすごい大きかった。全然負けてるけど、めっちゃ面白いですね、かけ方が。もう真逆すぎてね、真逆ですね、はい。一応真似してたんですけど、最初できてないです。3回で終わりました。じゃあ結果発表です。はい、じゃじゃん。おお、青木さん1855ミスティードルで、私が12617ミスティードルで、私の勝利です。すごいすごい。いやー、めちゃくちゃ嬉しいです。すごい嬉しい。絶対いいお肉ですもんね。めっちゃ、はい、霜降りですもん。写真からして美味しそうですよね。うん、どうでしたか？いや、めちゃくちゃ楽しかったです。いや、負けたのはやっぱ悔しいですけど、うんうん、ちょっとあれですね、うん、予習しないとですね。すごい、でも負けず嫌いな感じがすごい伝わってきます。また次回お願いします。はい、お願いします。無料で遊べるオンラインカジノゲームミスティーノ。
どれだけやっても全て無料。世界中のスロットマシンが大集結。ハワイアンドリーム、ドリームオブゴールド、マジックメイドカフェ、豊富なテーブルゲームも安心して遊べるね。ゴールデンチップルーレット、バカラ、ソーニャブラックジャック、カジノゲームの決定版。あなたはどのカジノゲームがお好みですか？ミスティーノ